はい、プレーボールどうも野球人です。ソフトバンク和田剛が引退へということでございまして、はい、まあ11月5日今日ですね、驚きのニュースが飛び込んできております。ソフトバンクの和田剛選手、まあパリーグ最年長のレジェンド左腕でございますが、まあ彼がねどうやら引退するというところでございます。まあこれに関してはかなりね驚きというか、もうレギュラーシーズン、ポストシーズンも終わって、もう1試合もね残っていない状態で、さらに本当にね前日まで現役続行の報道が各紙出ておりました。まあなんで今日になってコロッとですね引退するというところを発表しているんですよね。まあ和田さんの中でか、まあ球団の中でかは分からないんですが、まあ何かしらね、まあ心境の変化とか、まあそれ以外のね何かがあったんじゃないかっていうところも言われておりますが、ではまずですね記事の方から見ていきましょう。はい、ソフトバンク和田が今回で現役引退。ソフトバンクは5日、和田剛投手が現役引退すると発表。同日午後5時に福岡市内で記者会見を行う。昨週に就任した国防監督から開幕ローテーション入りを確約され、本拠地開幕戦を任されたものの負傷により回避、今季は先発で2勝に終わったものの、シーズン終盤では救援としてプロ初ホールドを記録するなど存在感を示していた。ただポストシーズンへ向けた10月13日の実戦形式マウンドで左足を痛め、クライマックスファイナル日本シリーズでは登板がなかった。球団側は来季も戦力として評価していたが、日本シリーズ終了翌日の4日に和田から引退の申し出があり、チームも了承。2002年自由獲得枠でダイエーに入団。2003年の1年目は14勝で新人王となり、日本シリーズでは胴上げ投手となった。10年には最多勝と MVP を獲得。16年にも最多勝、最高勝率に輝く。12年からはメジャーにも挑戦。現役22年間で165勝を挙げた。1989年に誕生の第2入団では最後の現役選手だったということになっております。はい、ということで、まあ和田さんが今回引退というところになっております。まあ今季はねちょっと怪我もあって多くね投げれなかったっていうところもあったんですけど、まあそれでもやはりね頼れるベテランというところでありましたし、まあまだまだねやれるんじゃないかっていうのは当然ありました。まあなんで来季もね当然やるもんだと思っておりましたが、今回引退。まあ日本シリーズ終了翌日4日ですよね、まあ、昨日ね引退の申し出が急にあったというところでございます。まあでは改めてこの和田選手ね、どういう選手かで成績もね合わせてしっかりと見ていきましょう。はい、では見ていきます。和田剛選手、プロ22年目、出身地は島根。1981年2月21日まで43歳、179センチ、80キロ、ポジションはピッチャーで左投げ左打ち。2002年自由獲得枠で入団。今季の年俸は2億円プラスできたか。さっきは 1.65億円、平均が今シーズン142キロ。球種がスライダー、カットカーブ、フォーク、ツーシーム、チェンジアップなどを投げます。和田さんは1年目から12勝を挙げ、新人王受賞。その後も毎年抜群の安定感を見せ、球界を代表する投手へ成長すると、2011年オフに海外フェイク健康し MLB に挑戦。しかしトミー・ジョンを受け、1試合も投げることなく2年目オフに退団。その後カブスで2年間プレー。16年からソフトバンクに復帰すると、1年目に最多勝、最高勝率を受賞。それ以降は少ないイニングながら結果を残し続けると、昨シーズンも8勝を挙げておりましたが、今季は怪我もあって2勝にとどまっていたということでございます。はい、まあ、この和田選手、まあ、早稲田から入ってきておりまして、当時は自由獲得枠で、まあ球団もねまだ大英だった頃でございました。まあそこで1年目から新人王を受賞、まあ、優勝にも大きく貢献しておりました。でその後メジャーにもね挑戦して、ソフトバンクに戻ってからもずっと活躍を続けている選手でございまして、日米の通算は355試合、165勝94敗、3ホールド 2201.1イニングで防御率 3.19、 奪三振率 8.09 で与四球率 2.42 と、まあ、プロ22年間で圧倒的な、ね、成績を記録。まあ、メジャー挑戦してトミージョンで投げれなかった時期もあったんで、まあ、そこを考えるとね、まあ、ほんともうすごいよねというところでございます。で、まあ、この和田さんのすごいところは、去年ですよね、1軍で20試合8勝6敗、100イニング、防御率 3.24、打算シーズン 7.65、与四球率 2.61 と、まあ昨シーズン、学年で言うとね、43歳のシーズンでありましたが、まあそこでも100イニング投げ8勝マーク、まあさらに球速もね、142キロまで上がっておりまして、まあこの年齢でありますが、どんどんね、球っていうのも速くなっておりました。まあなんで、これはまだまだね、できるんじゃないかっていうところもありましたし、まあ個人的にもね、何歳までやれるのかなっていうのはね、楽しみにしていたところもあるんですが、で、そういう中で、今シーズン、1軍で8試合2勝2敗、3ホールド 26.1 イニングで防御率 3.76、 打算シリーズ 6.15、 与四球率 1.37 と、まあ、今季はね1軍でわずか2勝、まあ、ちょっとね怪我もありまして、なかなかね投げることができなかったというところでございます。まあ、ただ終盤はねリリーフにも挑戦、まあ、そこでもねしっかりと抑えておりまして、まあ、キャリアでなかったホールドっていうのも3つ続いております。まあ、防御率はね3点台後半でございますが、スタッツはね上々でございましたし、今季は怪我があったんでそこまで投げれなかったんですが、
また来季以降ねバリバリやれるんじゃないかなっていうのは当然ありましたし、で実際ですね昨日まで現役続行とね、まあ1試合2試でなくもうほとんどのねスポーツで出ておりましたんで、まあ当然ねそうなるんだろうなというふうに思っておりましたが、まあ今回ですね急遽引退と発表というところでございます。まあ本当にねこれは驚きというか、いやまさかまさかというところでございました。ではまあ果たしてなんでね今回引退というところになったのかというところを、まあ、ざっと考察でありますがお話していきましょう。はい、では引退理由というところでお話していきましょう。まあ今後和田さんの口から何か語られることもあるとは思うんですけど、まあ結構言われているところで言うと、まずまあ怪我の状態が良くないというところですよね。まあ和田さんね怪我をしてしまって CS ファイナル日本シリーズは投げれなかったわけでございますから、まあやっぱ単純にそこがあまり良くないんじゃないかというところは言われております。まあただそれでもね昨日まで現役続行っていう話が出ていたんで、まあ急にねそれを変えるっていうところでなんか理由としては弱い気もいたしますが、で2つ目日本シリーズ敗戦、まあ日本シリーズね負けてしまって日本一になれなかったというところもありました。まあそういった中で本人の中で何か思うところがあった可能性もあると。でそしてまあ3つ目、まあやっぱこれが結構言われてるところではありますよね。中田選手三浦選手らの育成落ちというところになっております。まあ昨日ねガッと育成落ちの発表がありまして、まあ全部ね育成打診合わせるとトミージョンした沢柳選手であったり、まあちょっと怪我があって育成落ちになる育美選手らは前にね発表されていたんですけど、まあ昨日三浦選手、田上選手、風間選手、中田選手、河原田選手の5選手のね育成落ちが発表、まあそれ以外も戦力外が出ていたわけでございましたが、まあただやっぱねこの中でも三浦、中田この2人に関してはなんでね育成落ちなんだっていうのはファンの間でも言われておりましたし、まあ本人たちもね納得いってない様子、まあ他球団からオファーがあればそっちにね行くっていうところも言っておりましたんで、やはりちょっとねこの辺は波紋を呼んでいる育成落ち。まあ特に和田さんに関してはね同じピッチャーで三浦選手に思うところはあるでしょうし、まあ中田選手のね気持ちを買っていたっていうところもあります。まあなんでもしかしたらですねこういうところで、まあ、ここ数日心境の変化があったんじゃないかと。まあベテランの自分がね退けば試合間隔も一つ空くし、そういう選手たちが活躍しやすくなるというところはねもしかしたら思ったところなのかもしれません。まあこればっかりはね想像の範囲内ですし、まあ引退会見で和田さんの口からね何か語られることもあるかもしれませんが、まあでもね昨日まで現役続行報道が出ていた中での急なね引退でございましたので、まあやっぱそのぐらい何かね強烈なインパクトが本人の中ではあったのかなというふうに思いますが、まあ果たしてどうなのかなと。でそういう中で現在ね和田さんが引退したことによって試合が59人で、ドラフトで6人取っておりますんで、まあこれで試合が65枠ということになっております。まあちょっとね枠も今まで多かったんですが、和田さんがね引退というところでポンと空きまして、また石川選手もね FA するんじゃないかっていうところで、まあ64とかに最終的になるのかな。まあそこからね助っ人取ったりして、また枠っていうのは結構ね埋まった状態で始まりそうではありますが、まあでもね和田さんが引退することで若手のチャンスが増えればなっていうところでもありますし、まあ今回ね育成打診された選手で球団に残るんであれば、まあ上がりやすくもね多少なるんじゃないかなというところでございますんで、まあ和田さんがどういう心理で引退っていうところになったのかはわからないんですが、まあどちらにせよね若手選手たちはこのチャンスをねものにしてほしいなというふうに思いますが、はい、というわけで以上ですね。最後ネットの反応を見ておりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。和田さん引退間近、絶対50歳超えるまでやってくれると思っていただけにショックすぎるということで、はい、そうですね。まあやはりね今回和田さんが引退というところになっております。まあやっぱ急なね出来事っていうところでありましたし、直前まで現役続行の報道が出ていたっていうところでございましたんで、まあやっぱね何かしら2点3点するところはあったのかなというふうに思います。まあこの辺に関してはね何があったのかっていうのは本当に今の段階ではわからないんですけど、まあでもねこのレジェンドが辞めるっていうことだけは事実でございますし、やっぱそれにショックを受けているファンの方もね多いんじゃないかなというふうに思います。まあやっぱね43歳、今年度で44歳というところでございます。まあそれでもなおね球速っていうのは落ちず、まあ今シーズンも怪我はありましたが指標っていうのはね全然良かったですし、まあ本当にまだまだやれるんじゃないかなというところはありました。まあ今まではね先発してるところでありましたが、まあシーズンの終盤はねリリーフに回って好成績を残していたというところもありましたんで、まあもしかしたらね来年以降こうリリーフになって、まあ第2のね、まあ、和田剛志第2章っていうところが見れるんじゃないかなっていうのもありました。まあただね今回現役引退、まあ個人的にはねまだまだ絶対やれるというふうには確信してますし、まあやっぱね50歳近くまでは続けてほしかったなというふうに思います。まあ長くね現役を続けられた方で言うと、まあ工藤さんであったり山本昌さんなんてね50歳まで現役でございました。まあいずれもね左ピッチャーっていうところはありますし、まあやっぱね和田さんもまあ歴代でもトップクラスにそういう選手になれるんじゃないかなっていうところがあっただけに、まあ本当に個人的にもね残念だなというところはありつつ、まあやっぱ本人がね今年かけて引退というところであるんであれば、
まあそれをね尊重しないわけにはいかないので、まあ我々ファンは黙ってですねそれを見届けることしかできませんが、まあただやっぱねどうしても個人的には残念だなという気持ちの方が強いですし、まあ引退会見で何を語るのか、まあ、注目ですよね。で一方こちら見ていきましょう。和田倉壮選手がこの引退の仕方でいいのかな、引退試合して欲しかった感があるけど、あと人事故障の経緯はどれが真実だったんだろうかということで、はい、まあやっぱそうですね、まあ今回本当ね急な引退でございましたし、まあ引退試合等も今年はね試合がもう残ってないんでできません。まあもしかしたら来年ねオープン戦とかで行われる可能性も全然あるんですけど、まあただこの選手のクラスにとってはかなり異例。あと結構言われるのは人事故障ですよね。まあ去年今年のオフ山川選手が FA 席した人事故障で、初めはね和田さんっていう報道ではあったんですが、まあそこからね変わって発表は甲斐野選手。まあこの辺はちょっとねごたごたというか、まあ大会場からもいろいろね予外例があったんじゃないかというところも言われております。まあ結局ねその辺の真実っていうのは分からないまま、まあ、うやむやになって引退というところになってしまうんで、まあその辺もちょっとねもやもやしてしまうところもありますし、まあその時もね初めに報道出て、まあ全然違うね形になっていたっていうところもあるんで、まあ今回の報道と何かこうダブるところもありますんで、やはりその辺をね思い返してしまうっていうこともある程度仕方ないところなのかなというふうに思います。まあやっぱ人定保証に関してはね、まあ本当制度自体がガバガバでございますんで、こう和田さんの件以外でもね見直しっていうのは必要でございますし、まあその辺に関してはね NPB がやっていかないといけないところなのかなというふうに思いますが、まあでもやっぱちょっとねこういう感じで引退となればそこのところも深掘りされないでしょうし、まあこの辺もね少し残念な終わり方だったのかなというところでございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。